全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。平成26年11月29日のエコノミックニュースによると、うつ病や自殺による経済的損失は2兆7000億円にも上ると言われています。日本のうつ病患者数は100万人を超えると言われており、若年者や女性患者が多い欧米に対し、日本では中高年や男性も多いのが特徴です。中高年男性は働き盛りの年齢であるため、うつ病や自殺による社会的経済損失も大きくなります。ただ2兆7000億円と言われても正直実感が湧きません。関西電力の売上が2兆8000億円ですので、それと同じくらいの損失があると考えると恐ろしいですね。うつ病・自殺による経済的損失の2兆7000億円は、その内訳を見ると、自殺によって得られるはずの所得が得られなくなるという損失が約2兆円と最も大きなものになっています。他にもうつ病をきっかけとした生活保護費が約3000億円、うつ病に関する医療費が3000億円となっています。これだけ多くの損失を出しているうつ病・自殺ですが、中高年男性の自殺が多いことを考えても、劣悪な労働環境が影響していることは間違いありません。長時間労働、パワハラ、セクハラなどのうつ病の原因となる行動を行った企業に対しては、翌年の法人税を2倍にするなど思い切った罰則を設けるのもありだと思います。もちろん労働者自身もうつ病対策を行うことが重要です。自分の会社がブラック企業だと感じたら、さっさと見切りをつけて退職するのも一つの手です。また生活習慣の改善や適度な運動も効果的です。私も月100時間以上の残業を5年間ほど続けていましたが、あえて遠くの駅まで歩いて通勤することで意識して体を動かしていました。通勤の往復で1日1時間くらい歩いていましたので、良い運動になっていたと思います。歩きながら仕事のことを考えたり、音声でセミナーを聞いて勉強したりしていたので、心身ともに休めていたわけではありませんが、運動しないで体力が落ち続けていたら体が持たなかったと思います。日光を浴び適度な運動をすることは、うつ病の予防・改善に効果的ですので、ぜひあなたも試してみてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。